信じられない。もしやと思って試してみたが、まさかこんなことが。キラ、お前は直接手を下さずに人を殺せるのか。この目で見るまではとても信じられなかった。よく聞け、キラ。もしお前がテレビに映っていたリンド・エル・テイラーを殺したのなら、それは今日この時間に死刑になる予定だった男だ。私ではない。何？テレビやネットでは報道されていない。警察が極秘に捕まえた犯罪者だ。さすがのお前もこんな犯罪者の情報は手に入れてないようだな。やられたな。だがエルという私は実在する。さあ、私を殺してみろ。こいつ。さあ、どうした。なんだこれは。すごいことになってるぞ。さあ、早く死ぬ気か。殺してみろ。何これ。キラさん、やるな。捨てよう。今殺しの時給だぜ。さあ、こいつは。何？私を殺してみろ。やれ、キラ。どうした。できないのか。どうやら私は殺せないようだな。殺せない人間もいる。いいヒントをもらった。お返しといってはなんだが、もう一ついいことを教えてやろう。この中継は全世界同時中継と銘打ったが、実は日本の関東地区にしか放送されていない。な、時間差で各地区に流す予定だったが、もうその必要もなくなった。お前は今関東にいる。やるな、エルのやつ。小さな事件で警察は見逃していたが、この一連の事件の最初の犠牲者は新宿の通り魔だ。大犯罪者が心臓麻痺で死んでいく中、この通り魔の罪は目立ってかね。しかもこの事件は日本でしか報道されていなかった。これだけで十分推理できた。お前が日本にいること、そしてこの犠牲者第1号はお前の殺しのモルモットだったということだ。